おはようございます。あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール講座、ウニヤ・アキラです。今回も天使のモーニングコールの放送会の中で、月刊幸福の科学の巻頭の言葉、心の指針の中で未来の創造というものがあるんですけれども、これを取り上げた回をさらに深めてみたいと思います。でこの未来の創造の心の指針の中で、大川隆法総裁先生のご法話をお聞きいただきました。そのご法話は、この未来への国家戦略という経典の中に表されているご法話でもあるわけですね。ではこれより皆様に、大川隆法総裁先生のご法話、未来への国家戦略の一部をお聞きいただきたいと思います。どうぞ。この地上はとても困難に満ち満ちています。しかしながら、その中で知恵と汗を絞って未来を切り開いていくことこそ、人々に課せられた責務であるんです。あなた方はゆりかごから墓場まで面倒を見てもらうために生まれてきたんじゃないんです。あなた方は世を照らすために生まれてきたんです。自分自身を照らし、他の人々を照らすという、そういう目的のために生まれてきているんです。神仏やあの世や霊的存在を否定した世界観に基づく国家は間違った国家です。その仲間になってはなりません。断じて仲間になってはいけないんです。神を信じ、神の御心を信じ、自らの知恵と努力によって栄冠を勝ち得るような社会を建設してください。最大多数の最大幸福社会は与えられるもんじゃありません。巨大権力によって作り上げられるもんじゃありません。一人一人の皆様方の心と思いと努力によって作り上げていかれるものなんです。もう政府におねだりするのはやめようではありませんか。それはあなた方の本来の使命とは違うのですから。あなた方は今世で使命が終わるわけではないんです。今世で命が終わるわけではないんです。永遠の旅人として道を歩むものであるんです。そうであれば、多少厳しく聞こえるかもしれませんが、私の声に耳を傾けてほしいんです。今、大川隆法総裁先生ご法話、未来への国家戦略をお聞きいただきました。この心の指針、未来の創造の未来とは一体何か、ということを考えますと、今のご法話の中からいきますと、この未来というのはまさに神仏の願われる社会というふうに置き換えてもいいと思うんですね。それを創造していく、というふうに考えることもできるわけですね。では今お聞きいただいたご法話の中で、この神仏の願われる社会とは一体どういう社会なのかということを考えてみたいと思うんですね。それは何か、勤勉に働く人たちが意欲を失うような社会は神仏の願う社会ではないと、このようにお話をしていただきました。でこの勤勉に働く人たちが意欲を失うような社会、それは一体どういう社会なのかということなんですね。それを、まあ、一つの例として、国家社会主義、まあ、いわゆる共産主義社会というふうに置き換えることができるわけですね。これは、この日本は共産主義社会ではありません。社会主義国家でもありません。しかし、今の日本の社会
というのは、実はこういった社会主義や共産主義に近い社会にどん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 近づいているというふうに申し上げますと、皆さんはびっくりされるのではないかと思います。今大きな政府や小さな政府という言葉がありますけれども、今の安倍政権というのは、その政策を見るとどちらかといえばこの大きな政府に近づきつつあります。でこの大きな政府というのは、実はこの社会主義社会や共産主義社会を指しているわけなんですね。さあ、ではこの社会主義あるいは共産主義社会というのはどういう社会なのかということを、もう一度改めて皆様と共に考えてみたいと思うんですね。それは、どういう社会かというと、あれこれといろいろ国家が計画を立てます。そしてその計画の中において、政府がああしろこうしろというすべて命令通りにやらなくてはいけない社会が、この社会主義や共産主義社会というふうに考えていただいていいのではないかと思うんですね。これは今コロナ禍の中において、政府が例えば営業自粛しなさい、都知事がこういうふうにしなさい、外に出ないようにしてくださいとか、こういう業種は営業を控えてくださいとか、いろいろ言われていますけども、これって実は知事や総理の要請によって私たちの活動が制限される、あるいはその通りに動かなければならない、その通りに働かなくてはいけない、あるいは働いてはいけない、こういった社会というのは、実は形を変えた社会主義や共産主義社会というふうに言ってよいわけですね。ではその社会主義、共産主義と対極にある、考え方は一体何かというと、それが自由主義社会であるわけですね。これがいわゆる小さな政府と言われているものでもあります。そして私たち幸福の科学やあるいは幸福実現党が目指している社会が、政府がこの小さな政府と言われているものでもあるわけなんですね。ではこの自由主義社会というのはどういう社会なのかというと、これこれのことはやってはいけないということを言うことなんですね。言葉を変えれば、禁止されている以外のことは自由にやって良いという社会でもあるわけですね。これがいわゆる自由主義の精神と言われているものなんです。つまり犯罪にあたるものはこれはしてはいけません、でもそれ以外のことは自由にやっていいですよという社会でもあるわけなんですね。そしてそういう社会の中であるからこそ、夢というものも生まれてくるわけなんですね。この未来の創造という心の指針の中にも夢という言葉が出てきます。その夢というのはまさに自由の中にこそ生まれてくるものと言っても良いわけなんですね。そしてもう一段宗教的な観点からこの自由ということを考えるならば、その社会というのは人間が作った法律があります。その法律の中で、法律に犯さなければ自由にやっていいですよということでもあるわけなんですけども、もっと言うならば、その法律というのは人間が作ったものを超えた神や仏が作った法律というものがあるわけなんですね。あるいは神や仏が作った法と言っても良いと思います。それを、幸福の科学では仏法真理というふうに表現しているわけなんですね。仏法真理の法のもとに、自由に生きてよいというのが、実は人間としての幸福を生むわけです。もっと言うならば、人間の中に宿っている魂としての幸福というものがあるわけなんですね。ですので本当の意味での自由というのは、まさに神や仏の法のもと、教えのもとの自由というものがあるわけなんですね。
そうするとその仏法真理から外れた時に、私はこういうことを自由だ、こういうことをすることが自由なんだというふうに言っても、実はそれは悪を生むことになるわけです。そしてその魂はどうなるかというと、結局は多くの人々を害し、結局地獄という世界で反省させられるということにつながっていくわけなんですね。これは本当の意味でのこの地獄に封じ込められた自分自身の魂というのは幸福にはなり得ない、ということになるわけなんですね。その意味では私たちの幸福というのは神に近づく幸福でもあるわけです。それは仏法真理の中で生きていくこと、これが本当の意味での幸福につながっていくところがあるわけなんですね。これを考えていく必要があります。今香港などは中国本土から決められた国家安全法というものの中で国家運営がなされていくことが決定しました。これは国家安全法とは言いますけども、別の言葉を言うならば習近平安全法というふうに言って良いと思います。習近平が安全な社会を作るということになってしまっているわけです。そのためには言論の弾圧、行動の規制、こういったものがどん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 狭まってきているわけです。本当の意味での人間が自由に生きていくことができない、そういう社会が香港の中で生まれてしまったということでもあるわけなんですね。これをもう一度日本に目を転じてみますと、今の日本政府はいろんな形で保障しますよ、いろんな形で社会福祉を充実させていきますよ、補助金を提供しますよというふうに言われていますけれども、結局こういったゆりかごから墓場までみたいな福祉国家というものは、実は人間の魂を堕落させてしまう制度というふうに断言してよいと思います。ある西洋の言葉の中に、地獄への道は善意で舗装されているという言葉があります。まさにこの福祉という善意、これは福祉をすべて否定しているわけではありません。本当に必要な人たちは存在します。そういう人たちに厚く保障し、そしてそういった福祉ではいらない人たち、自分の足で立てる人たちはその足腰を鍛えて、そして自分の力で成長していきましょう、繁栄していきましょう、そういう繁栄を妨げることはなるべく少なくしていきましょう、こういう自由な社会を作っていくことが本当の意味でその人たちが幸福になり、そして社会が発展し、お互いが愛でもって支え合っていく、そういう社会を指しているわけですね。私たちはそういう社会を目指していきたいというふうに考えております。ですので、私たちが進む道は実は茨の道であったりとか、ゴツゴツとした舗装されていないところもあるかもしれません。でもこれがこの三次元世界の意味でもあるわけですね。それを生きながら自分自身の足腰を鍛えていく中に、本当の意味での自分自身の喜びというものが生まれてくるわけなんですね。ですので、全てが大きな政府、国家が保障しますという社会は、本当の意味での一人一人の幸福につながらないところがあります。その意味では、小さな政府、つまり制限をかけるのはなるべく小さくしながら、その中において自由に生きていく。もっと言うならば、仏に近づく、仏が喜ぶような人生を自由に行使できる、そういう社会を作っていくことこそが、本当の一人一人が幸福になり、そして社会全体、国家全体も幸福にし、発展繁栄していく社会を生み出すことができるわけなんですね。こういう社会を作っていきたいと思います。その意味では、この未来の創造というのは、まさに神仏の願われる社会、一人一人が生きがいを持ち、そして、
自分の足で立てる人たちは立ち、そしてまだ立てない人たちに対しては手を差し伸べてあげられる、そういう愛あふれる社会を作ること、そういう社会を目指していきたいものだというふうに思います。次回の天使のモーニングコールの放送回は、テーマがですね、神が願われるアフターコロナの未来社会というテーマになっております。その意味では、今回の未来の創造という心の詩のテーマにしたもののさらに延長線にある内容になるのではないかと思います。ぜひお楽しみいただければと思います。詳しくはこの概要欄をご覧いただければと思います。この地上のすべての人々が自分自身の魂を輝かせ、神仏の願われる社会を作れるよう、主カンタレにお祈り申し上げたいと思います。ありがとうございました。